皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、のりさん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。のりさん、本日もとっても人気の女優さんに、やばいです、今日は、はい、やばいですよね、はい、もう緊張してますから。緊張してますよ、はい、それでは早速お呼びしたいと思います。山岸愛香さんです。はい、皆さんこんにちは、山岸愛香です。よろしくお願いします。綺麗でね、まさか、なんで来てくれたんだって言われたら、騙されました、なんで今日来てくれたんだろう。ちゃんと趣旨聞いて来てくださってますかね。はい、聞いてますし、拝見してます。番組で見えました。ありがとうございます。やっててよかった。よかった、ね、このお仕事のお話をもらう前から見てました、ちょこちょこ、そうなんですよ。嬉しい。せっかくだから見られてる感想はどうですか、その面白いんですよね、形自体が。僕がですか。のりさんの形ではないと思う。なんかリモートチックなね、ちょっとこの時代に見合ってるなと思って、素晴らしいなって思って見てました。お褒めいただきましたね。ありがとうございます。いや、嬉しい、ありがとうございます。今日はありがとうございます。そんな山岸さんですね、今回はデビュー前からちょっといろいろ迫っていきたいなと思いまして。貴重だな。早速なんですが、学生時代はどんな学生だったんですか。学生時代は部活やってたんですけど、うわぁ、何部ですか。それが不純な理由なんですけど、はい、モテなくてバドミントン部に入ってました。全然不純じゃないですよ。あれ、本当ですか。モテなくてバドミントンを選ぶってあんまり聞かないというか、はい、あ、そうですかね。あ、確かに。なんかちなみにモテる部活は何が人気なの、普通は。あ、普通知りたい。普通バスケとかそういうこと。私は勝手にダンス部とかかなって。あー、てか、あ、自分じゃない。うわ、やらしい今の。噛み合うな、やべえ。ダンスは違いますからね。いや、今のずるい、今のは潰しに来たよ、山岸さん。おい狙ってましたね、あれ。ねえ、なんで首に乗ったの。インスタグラムでもすごいじゃない、こんな。バカにしてるの。山岸さん潰しに来ないでください。いやバドミントンに入らなくても、山岸さんの美貌があればモテたと思うんですけど、いやいやいや、どうでした、部活に入られて。まだ全然、中学校の頃だったんですけど。中学生は、はい、おぼこかったんで全然モテる感じじゃなかったんですよ。おぼこかったっていうのは何ですか。おぼこかったっていうのは、おぼこい、え、なんか芋っぽかった。そう、芋っぽい、芋っぽい、方言でね。方言なんですかね。方言ですか。確かにあんま聞かないかも。本当ですか。ちょっと地味だったんで、信じられない。そう、先輩が可愛い人がいっぱい入ってた部活だったんですよ。あ、なるほど。そう、じゃあもう女子がキラキラしてるって言ったらみたいな。そうです。なのでもうその学年の部活の人数、女子が本当30人超えしてて、ないじゃないですか、なかなか。クラスの半分はもうみたいな。そうそうそう、全然コートに入れないみたいな感じでした。あ、そうです。先輩たち焦ったでしょ。いや、とんでもない可愛い子来たぞみたいな。いやうちらの立ち位置がなくなるみたいな。中学生の時からモテたくてっていうのがあったんですね、気持ちの中に。すごい大人びてたんですよ。大人になりたかった早く。っていうことは、それとまあちょっとこう並行していくと、地味だったってことなんですけれども、最近はちなみにおいくつ。早いですね。ちょっと早い。すごいきますね。いや、気になっちゃって、大人びてるってことはそこもね、ちょっとね、混ぜてるのかなと思って。まあ中学校3年生の時に、ちょっと早め、近所にピスコがあったんですけど、そこのたまり場でよくたまってるメンバーの1個目の先輩と、あら、しちゃいました。っていうことは、中3ってことは先輩高校1年生。あ、そうです、そうです。あー、なんかいい。都心からすれば1個じゃ違わないけど、中3と高1ってね、高校は違うからね、もう。そうなんですよ、学校が違うからね、もうね。エロいっすわー。タコの感じ、タコ。あ、タコはそうなんですよ。エロいっすわー。そう、だからよっぽど可愛かったんだろうね。そうです、多分ね、有名だったじゃないですか。いやいやいや、あの中学のあの子はみたいな。全然そんなことないです。じゃあなんかタコから来ないですか。そうですね、先ほどね、バドミントン部を思い出して一回こう、ちょっといやみたいな、なんかさ、いやは言わない、なんか言ってもらっていいですかね。いやはだ、はい、あ、あー、かわいい。足もちゃんと踏んでますから、ステップステップちゃんと。どれぐらいぶりですか、今これ来たのは。いや、いつぶりですかね、ほんと10年ぶりぐらいにやったかもしれない。貴重な映像ありがとうございます。本当にまさかここでやることになろうとは。この先輩の後は、この先輩って言っちゃったけど、そう、どういう方とお付き合いされたんですか。その後は、高校に入ってからすぐバイトを始めたので、そのバイトのバイトリーダーと、あら、出た出た、本当多いね。6人いないバイトリーダーって分かんないけどさ、やり手が多いんだよね。店長とか6人いないわ。大体その辺なんですよ。すご
ごい嫉妬心を感じる。そういう人たちと大体皆さんそういう関係になるんですよ。そうです、ね、なんでバイトリーダーと、なんでなんですかね、かっこいいんですよ。いやもう役職をね縦にしてね、俺はっつってバイトリーダーなんでっていうのがもう持ってるから、仕事っぷりがいいんですよね。ちなみに何系のアルバイトですか。レストランです。あらレストランのホール、あホール ですごい混み合う時間帯とかがあって、もうパンパンで満員の時にこうお店をさばくとかあるじゃないですか。ありますあります。そのさばきっぷりが本当に一番、ね、そう一番良かった。バイトリーダー内容も上手なんですもんね。そうなんですよ。苛立ってるお客さんとかにも、ねはい、優しくみたいな。そうです。一番ホスピタリティがあって、スマートホスピタリティ、スマートスマートスマートホスピタリティってもう日本語が分かんないけど何をホスピタリティってなんですよね。すごい丁寧なんですよお客さんに。じゃあもう丁寧でよかったじゃないですか。なんでホスピタリティまで。いいじゃないですか、おしゃれだよね。でそのバイト店長は、バイトリーダーはどうせレジ締めもできるんでしょ。レジ締めやな。できんだよな、そうそうって大体。なんでリーダー。俺ずっとできなかったもん。リーダーになりたいわ。ホスピタリティねえな。ちなみにでもそのバイトリーダーとはどれぐらいお付き合いされたんですか。結構長くて、5、6年。あ結構長くない。そうなんですよ。なんならだって、もしかしたらそのゴールインの可能性もあったかもみたいな。あったかもしれないですね。でもなんで破局したり、分かった理由は。破局の理由は、今の。破局の理由は、私もなんかちょっと引っ越すとかもあったりとかして、っていうのもあるし、あと、私すごい、その彼にすごい結構、その性の、なんだろう、目的が強いなって思って。あ欲が強かった。欲がすごい強い人だったんですよ。あ なので、結構やらされ系だったんですけど、それがあってもう山岸愛花ができた。山岸愛花ができた。その人のおかげで山岸愛花が誕生したんじゃないかなって。原点というかね。そうそう。どういう意味というか、なんか、その彼がド S だったんで、私のド M が開花してたんですよ。なるほど。そうなんですよ。じゃ結構激しめな。そうですね、もういろいろやりました。そこちなみに詳しくね、聞いちゃって。チャット例えばですけど、あのお外で出たよ、いろんなとこお出かけするたびにピーンしていたり強いな。ちょっとその辺でやっちゃったり、あと縛るのもあったし、あとね、飲み会してて友達のいる場所で友達が寝てる間にピーンとかしたりして、ピーンありますよね。ありますよね。これやったことあるって思ってました。デジャブ。デジャブじゃないんですか。いないですか。普通いないかもしれないですね。そうなんですか。そんなデジャブないよ、なかなか。そうだったんだ。このシチュエーションもあるよねって思って。結構本当ですか、はい、私逆にそれ非現実だな、やってみたいな側でした。あ、そうだったんだよね。すごい彼。友達がわざと寝てるのがいいってことなのなのかもしれないですね。気づかれなかったんですか。気づかれな、いや気づいてたかもしれないですけど、あのみんなでこう宅飲みみたいな感じで、ららららみんなで飲んでて、はい、みんな朝方寝ました、彼起きてます、はい、ちょっと起こされますで、ちょっと始まってました。ゴソゴソやる、はい、バレるよバレるよってなって、大丈夫だよって言って、すげえ彼だね。ちなみに、あのピーンパーティーはあのピーン、あらららら、ね、ピーンと、あのなんていうんですか、横になる、あ、なん女性は寝てるけど男性は起き上がってるやつ。男性も寝て横になってるやつ。お互い添い寝、添い寝横向いてる。そうですそうです。横向いてるやつだ。はい。あ、日本脳書いてるのかな。そうそう。カタカナの脳を。そうそう。川の続きだね。あ、そうですそうです。多分それがもう一番バレない。あ、そっか、寝てるかと思われる。そうですね。ちょっと動いてるかなみたいな。そうそう。バレるよバレるよっていうのがもう偉いですよね。ずるいな。この方もかなりの癖強だと思うんですけど、他に癖強元からいらっしゃいますか。いないでしょう。癖強は。トライファンブラックホールストロークカップ、全身舐めとかがあって、妖怪されるんです。妖怪ぐらいだけど全身舐めるって、どこからどこですか。もう顔も顔、
眼球は舐められなかったけど、それで、舐められ舐められ舐められて、膝のあたりまで行って足の指まで舐めてました。なんかすごい奉仕されるのが気持ちよくて、私がやってきたことってなんか間違ってなかったんだって思って、それからの彼はすごい全部喜ばれます。あ、もう奉仕されるんですね。そうです。素敵。こんな綺麗な方に奉仕されたまったくらいですか。ゾミさんの顔がずーっと、いや、その全身舐めがまだ俺の中に処理できないっていうか本当ですか。やばいですよね。はい、でもケチですよ。ゆっくりされるんですか。もうブルルルって感じじゃなくて、あ、もうゆっくり。あらららら。そうすることで全身がピン眼帯になる。全身がピン眼帯になる。これ今名言じゃないですか。ゆっくりやんなきゃダメ。ゆっくりやんなきゃダメ。そうすると全身が、はい、開発されていくんですよ、全部。すごい。これ世の男性ちょっと覚えててください。こんなエロい話して大丈夫なんですか。あ、もう待ってましたから、これを。あ、そうなんだ。待ってましたからね。まあこれはもう線路勉強というか意味では、もうこれはすごい話を聞きましたよ、うん、でもこれまだデビュー前ですもんね。そうですね。ちなみにこの後デビューするじゃないですか、はい、そのきっかけはどうやってきっかけでやってみようみたいな。きっかけは、はい、本当にもうこっそり小遣い稼ぎをするつもりで始めていて、事務所入って、はい、メーカーが決まったら結構大事になってきちゃったって感じです。もうね、単体でやるぞとなって。そうです、そうです。あ、もう自分はそんなつもりなかったけど。そうです。もう配信だけとかの、あ、ほんとちょこっと映るみたいな。あ、なんか男優さんメインのとこにいる女の子ぐらいのノリ。エキストラ的なの。あ、そうそう。ここで初めて事務所の人も聞くと思う。あ、そうなんだ。ざわつくんじゃないか。ざわつく。もし女優さんやってなかったら今は何やってたと思います？何ですかね。普通の OL だったと思いますよ。あ、そうなんだね。だってマヨーズとかにいそうですもんね。ねえ、確かにそうですよね。でも実際にデビューされて、はい、よかったなって思うことあります？よかったなって思ったのは、うん、初めて塩ピンできて、塩ピンさせられてもらったことがよかったです。ここで気になるけど続きは後半です。すごい話だ。理由がすごい。今回のフルタッチチャンネルは武藤敬司さんとのプロレストーク、今週から2週は私がアシスタントを務めさせていただいております。プロレスに詳しくない方も楽しめる内容になっていると思いますので、裸一貫をご覧の皆さんもぜひご覧ください。お願いします。はい、皆さんこんにちは、山岸愛香です。よろしくお願いします。あの彼氏じゃない人としたっていうのが私の初体験です。ゴールデンウィークは裸一貫にお任せ。